グリッドレイはアメリカ海軍のミサイル寿命艦リーヒ級の6番艦。艦名はチャールズ・バーロン・グリッドレイにちなんで命名された。その名を持つ艦としては3隻目。グリッドレイはワシントン州シアトルのピュージェットサウンドブリッジドライドック社で寄港する。1961年7月31日にスチュアート・ディ・ローズ夫人によって浸水し、1963年5月25日に P.A. リリー艦長の指揮下収益した、ワシントン州ブレマートンのピュージェット、サウンド海軍造船所で成長を行った後、グリッドレイはブリティッシュコロンビア州への親善訪問を行い、その後母校のカリフォルニア州、ロングビーチから大焼け身を行った。グリッドレイは1963年11月8日から12月9日まで、 ピュージェットサウンド海軍造船所に泊まり、その後大西洋艦隊第19駆逐艦隊の帰還となる。1964年初めにカリフォルニア州サンディエゴで成長を行った後、4月8日にロングビーチを出港し、新ワン経由でオーストラリアに向かう。5月5日にサウスオーストラリア州アデレードに到着し、産後海海戦記念祭に参加した。 その後フィリピンに向かい5月29日から31日までスービック海軍基地に停泊、続いて6月2日に日本の沖縄に到着し、8日には佐世保に入港したグリッドレイは再び南に向かい、スービック湾から香港に向かうトンキン湾で駆逐艦マドックスとターナージョイがベトナム軍小海底から攻撃を受け、グリッドレイは8月4日に事態に対処するため、 南シナ海で航空母艦コンステレーションの護衛任務に従事するスービックワンで短期間停泊した後グリッドレイはステーションに泊まり防空哨戒任務を継続し対空戦闘式及び通信中継任務に従事したグリッドレイは海軍主君部隊賞を受賞し9月6日に戦闘海域を離脱する11月7日にスービックワンを離れ11月21日に ロングビーチに到着する。グリッドレイは1965年7月10日に、西大西洋に戻るまで、アメリカ西海岸で活動した、新珠湾と横須賀を経由して、南シナ海に向かい、北、ベトナムを攻撃する第7艦隊の空母軍の支援を行う。続く4ヶ月間で、グリッドレイは、不時着水したパイロットを4度救出した、12月7日に横須賀に戻り、 22日には、南シナ海で空母に帰還する、関西機の確認任務を再開する。1966年初めに、帰国の都につき2月1日にロングビーチに到着する。グリッドレイは、カリフォルニア沿岸で活動を続け、11月18日に、再びアジアへ向かう。1967年1月2日に、南シナ海及び、トンキン湾での航空機護衛任務のため、 スービック湾を出港する。戦闘地域での様々な任務の後、オーストラリアを経由して、西海岸に向かい、6月8日にロングビーチに到着、次の任務の準備を行う。1967年6月8日に、ジョン・ホーブズ・ケリー少尉が初の海外任務のためグリッドレイに着任する。彼の任務は1年後の1968年6月6日に終了した。 リーヒ級ミサイル巡洋艦は1960年代後半から70年代前半にかけて対空戦闘能力の改善が行われた。50口径3インチ砲は8機のエイジム -84、ハープーンミサイルと交換され、テリアミサイルランチャーはスタンダードミサイルが発射できるようアップグレードを受けた。また、2機のファランクス CIWS が装備された。 グリッドレイは1975年6月30日に CG-21 に監首変更された同年フリークエントインド作戦を支援し航空管制及びオンステーション支援を提供した。さらにマヤグエース号事件ではオンステーション航空管制を担当した。1978年はドックでのオーバーホールを行い、翌1979年に太平洋西部へ展開する。 イランアメリカ大使館、人質事件の結果、グリッドレイは1980年代中頃まで、インド洋及びアラビア海北部のステーションに泊まることとなる。1982年3月に、カリフォルニア州サンディエゴへ帰還し、カリフォルニア州南部海岸で、活動の後グリッドレイは、ロングビーチ海軍造船所で広範囲な改良及び、機関全体のオーバーホールを行う。 艦の射撃管制及び対空捜索レーダーに対して、より多くの改良が行われた。また、ファランクスの装着はこの時行われた。グリッドレーは1983年10月に舞台に復帰する。1987年7月、グリッドレーは、レンジャー戦闘集団の一部として、イランの石油国策施設への攻撃に参加する。1988年12月にも再び、 ペルシャ湾に展開し、ホルムズ海峡でクウェートの石油タンカーを護衛したグリッドレイは1989年6月にカリフォルニア州サンディエゴへ帰還する。同年10月17日、カリフォルニア州トレジャーアイランドの海軍基地を訪れるが、ロマプリエタ地震の発生で訪問は中断され、グリッドレイの乗組員はマリーナ地区の被災者に対して援助を行った。 1990年2月から1991年3月まで、グリッドレイは、サンディエゴのサウスウエストマリーン造船所で、んちプログラムによる、新型戦闘システムが導入された。5、500万ドルをかけたオーバーホールの間に、すべての機関と停泊施設、食料を供給施設が改良され、艦の戦闘システムは、劇的に増強された。対空探索レーダーよび戦闘統制システムの、 改良により、SM-1 及び SM-2 艦、対空ミサイルによる多数の標的を検知、対処する能力が改善された。広範囲な運用評価及び検証過程に続いて、グリッドレイは空母インディペンデンスの支援任務のため、ペルシャ湾に展開する。1992年6月には、アラビア海北部で航行不能となった商船アーデル11を救助する。 8月にオペレーションサザンウォッチが始まり、グリッドレイはクウェート沖合のステーションで同作戦に参加した最初の艦となった。グリッドレイは沿岸地域のレーダー探知及びペルシャ湾北部の艦艇に対する対空防御を担当した。グリッドレイは1992年10月にサンディエゴへ帰還し、1993年1月から4月まで ナショナルスチールシップビルディング社でオーバーホールを受ける。この間に新型の SM-2 ブロック3ミサイルが運用可能となった。この改良により艦は巡航ミサイルを撃墜する能力を得る。1993年7月、グリッドレイは太平洋のミサイル試験海域において新型ミサイルの発射試験を行い3度の成功を記録した。 同月空母コンステレーションに随伴して、メキシコのアカプルコに向かい、その後フィラデルフィア海軍造船所で3年の、対応年数拡張プログラムオーバーホールを受けた、コンステレーションの護衛を行い、サンディエゴに帰還する。サンフランシスコへの最後の訪問の後、グリッドレイは1993年10月に、サンディエゴに帰還し退役する。 除籍後は1994年1月21日に一時的に開示局へ移管され、スイスン1で廃棄のため保管された。グリッドレイは2005年にスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。